はい、皆さんこんにちは。はい、映画の時間でございます。はい、実はね、静岡に来てる時ってね、映画見れないんですよ。っていうのは、見ようと思ってね、パソコンを開けたらね、音声が飛んじゃってて、ちょっと見れないなんて状態があったんですけど、今ようやく治りました。ということで、ラジオもね、すんなり撮れるんですけどね、今日お話したいのは、映画の話。実はね、ロードショーも今ないじゃないですか。ミッションインポッシブルとかね、それもね、なんだっけな、あれが遅れちゃってて、開催が遅れてると、全然関係ないけど、サザエさんだって新作が出せないって、なんかどういうことだよっていう感じですけどね。で、そういう意味もね、いろんなことを考えてて、宇宙の映画の話をちょっとしたいんですよね。宇宙の映画かな、なんだろう。宇宙の映画でいいかな。それでね、トム・クルーズがなんとね、宇宙で撮影すると宇宙の映画だっていう話で、宇宙に行くらしいです。これはすごいですね。で、今日話したのは、これ前も話したんですけど、アポロ13、ね、これのね、危機対策の話をしたいです。僕はね、これトム・クルーズの傑作だと思います。いきます。ジョニー・グリタケ、アポロ13、見たことありますか？これは実話ですよね。僕らがそのアポロの時代に、トムハンクスね、この人はね、トムハンクスと僕は同い年なんですけど、実際にね、宇宙でアポロ13が事故が起こりました、無事に生還しましたっていうね、話をニュースで見たんです。だけど、ニュースそれだけだった、日本は。ところが、後で分かったことなんだけどね、アメリカではもっと大騒ぎになってて、実は、宇宙事故でもっと全く帰れなくなりそうだっていうことで、生死をかけた戦い。だけど日本は報道規制ですよね。あんまりね、なんだろうな、過激なことを言っちゃいけないようなご時世だったんです。だから、スリーマイル島っていうね、島であった原発事故の話も、本当に、突然パッとね、ニュースが切れて、それっきりね、あったかないかもわかんないように言われたりとかね。今、チェルノブイリなどはね、そういうのがね、はっきりとね、あったんだよって言ってるけど、あの当時はなかったことにしてた。と同じです。アポロ13もそうだった。で、ストーリーの内容を少し言っておくと、もちろんね、ネタバレが入っちゃいますからね、古い映画だから、アポロ1号からね、ずっとね、事故が起きて、死んだこともあったんですけど、ついにね、アポロ11号の時に、人間が月に行ったと、ね、で、ロシアを抜いたってことなんですよ。それで、今のソ連、ロシアね、昔のソ連。それで、国民たちは大騒ぎして喜んだんだけど、すごくお金がかかるわけだ。宇宙開発っていうのは。それで、もう12号やったら13号は行かないでいいんじゃないかとか、14号行かないでいいんじゃないかって話になってきたの。風潮がね、だからテレビ中継もないとか、だんだんね、要するにアメリカ人がもうマンネリ化してきたっていうような言い方なんですよ。でも宇宙旅行でマンネリなんかないですよね。それで、とにかくなんとかその主役のね、トム・ハンクスの主役の宇宙飛行士が、13号で出発するんです。で、14号の時に、本当は行く予定だったんだけど、13号の代わりにね、行くと言ってた人たちが、実はなんか、なんだっけな、中耳炎だかなんかのね、病気になっちゃったと。それで抜擢されたと。ところがね、このね、クルーの中の一人がね、オタク風邪かね、なんだろうな、はしかかなわかんないんだけど、なんかそっちの病気のね、なんか菌が入っちゃってるから、発病するよって話で、一人飛べなくなっちゃったんですね。代わりが行くことになったと。それでね、なんかね、クルーがね、勝手に変わるのは良くないとか言ったんだけど、まあ実際しょうがないからスタートしました。で、そのね、ジミラベルかな、その管制官とかそういうのがね、いろいろね、話して、結局、オタク風邪かね、なんかわかんないけど、それはね、感染しなかったんですよ。ね。間違いだったと。ところが現地に行った時に、3年ぐらい、2年ぐらい前にアポロの宇宙船を作ってた時の、不良品のね、事故で、宇宙で爆発が起こっちゃったんです。いや、これ大変ですよ、宇宙でね。で、その当時、今から50年ぐらい前の、50年以上かな、前の宇宙技術でしょ。俺はそこからなんとかね、しなきゃいけないと。月に着陸は無理だということで、月を一周して、その後、地球に戻ってきてね、生還するまでのことをやるんですけど、酸素はなくなっていくわ、水はなくなっていくわ、電源は消えていくわ、もう。で、中で、病気だったはずじゃない人間が病気になったりとかね、もうそんな中でね、死に物狂いで帰ってくるドラマなんですよ。で、もちろんアポロのクルーだけじゃなくて、要するに、その管制官の人たちとかね、そういう、NASA の人間たち、ケーブ・ケネディの人間たちが一緒になってね、一生懸命、要するにね、帰還を目指すっていうね、映画だったんですね。中ではね、やっぱりイライラしてて、みんなが喧嘩しちゃったりとか、もういろんなね、辛いこと、嫌なことがありながらも、みんながね、本当に一丸となってね、帰ってきた。で、その中の一つのね、すごいね、エピソードがあって、風神かなになるとか言ってたその人はならなくて、ね、そいつが、NASA のね、要するに管制室の方で、シミュレーションボックスに入って、どうやって返すかってことを研究するんですよね。それで、電源が足らないと。ね、あと、まあ、4アンペア足らないと。どうしたらいいかってことで、指令船と、着陸船の、バッテリーをね、うまくね、エネルギーを交換しながらね、戻っていく姿、すごいですよ。パラシュートが開かないかもしれないし、いろんなことの恐怖の中で、映画が進んでいくと。
これはね、本当に見たら絶対おすすめと思いますね。同じような映画で、ね、いっぱいあるんです。アポロ13と、あとスペースカーボーイとかね、やっぱり宇宙行って帰ってくる、そういうパニックものいろんなのがあるんですけど、やっぱりね、前編を通じてこれがね、傑作中の傑作だと思っていいかもしれませんね。で、時間もそんな長くなくて、ぴったりいきます、うん。だから、やっぱりね、見てて爽快な映画じゃないですかね。ユニバーサル・スタジオに行くとね、アメリカで、もう最初にね、アメリカのユニバーサル・スタジオって日本とすごい広いんですよ。それで、1階のエリアっていうとエスカレーターでうんと降りたエリアがあって、その間のところの橋のところっていうのかな、丘のところにアポロ13の、ね、記念写真を撮れる場所があって、そこでみんな写真撮ってますね。これ現実的な本当の話なんで、NASA に行っても同じようなもの見れます、うん。とにかく何であろうとね、すごい話ですよ、うん。僕はもうこれはっきり言いたいんだけど、やっぱりね、宇宙開発の中で現実的にあった話っていうのは、ね、本当にすごいなと思うことがいっぱいありました。やっぱり僕ね、宇宙物本当好きだね、いろんなの見ました。オブリビオンなんてのも見たしね。で、トム・クルーズがね、やっぱね、宇宙物好きなんだよね。トム・クルーズ、今度はトム・クルーズね。で、あの人というのはガチンコで体当たりでしょ。ジャッキー・チェンに憧れてて、本当に、要するになんだろうな、自分で要するに飛行機の上に飛び乗ったりとかさ、やるわけですよ。ね。で、彼が取った最後の決断は、宇宙物作るんだったら本当宇宙で撮影しなきゃいけない。これですよ。すごいよね、本当ね。それで、宇宙行って撮影をするってらしいです。宇宙ってどういうことかって、飛行機の中の無重力じゃないですよ。本当になんか衛星で向こうに行って、向こう側で撮影をするっていうらしいです。うん。何に乗るのかね。まあ、とにかく体力のある人だから、もうこれもね、すごく楽しみで、見逃せないことになるんじゃないかなと。はい。はい、ということですが、今日はね、とにかくこういうご時世で、ロードショーがなくなってしまって、映画を見る機会っていうのは本当ないので、本当にね、すごく残念でしょ。だからこそ DVD で見るんじゃないかって話なんです。で、僕はね、本当見たいのいっぱいあるんですよ。見たいのいっぱいあるんだけど、今の環境だと、要するにインターネットが弱いから、インターネットのダウンロードもなかなかできないと。本当はね、もう見たいのいっぱいあるんです。まあね、だから今ある、まあ1000本ぐらいあるんで、僕の、ハードディスクの中の映画をもう順次見てるっていう感じですね。はい。な、宇宙物大好きですから。はい。で、宇宙物もね、宇宙で戦争するのと宇宙にチャレンジするのといろいろあります。で、現実の宇宙の世界も、これは本当はね、こちらの招待席ということですけど、今、UFO が実際にあると。うん。まあ、UFO って言い方はしないんですけど、未確認飛行物体というか、未解明飛行、なんだろう、オブジェクト、わかんないけど、同じようなもんなんだけどね、そんなような言い方をして、そういうのを認めてます。もう NASA は昔からね、宇宙に生命がいるということを認めちゃってるし、日本では公表されてなくても、アメリカではもう火星に化石があるとかね、化石が見つかったとかそういうことわかってるんですよ。だけど、やっぱりそう簡単には、要するに言えませんね。文明が高いってなると、それだけさ、コロナウイルスよりもっと怖い、なんか宇宙人が攻めてくるとかなるじゃないですか。ね。で、宇宙人が攻めてくるときに、もう大体地球は大変なことになりますよね。インデペンデンスデーなんかだったらさ、もう攻撃してシールド、全然相手は武器がダメだと。核を使ってもダメだとかね。だからそんな風になると。だからそういう恐怖が、これ宇宙人だろ、完璧だよね。まあ、このコロナウイルスだってさ、映画のバイオハザードみたいになってんだから、うん。まあ、実際のコロナウイルスがね、どのぐらい怖いかは別にですよ。だけど、今の映画のバイオハザードと同じように恐怖です。みんなね、かかって死んじゃうような形。ね、だからそれを考えたときに、映画の中の現実っていうのは、本物の話とどのぐらいリンクするんだろうかってことは、やっぱりね、興味になりますよね。はい。皆さんもね、いろんな映画が好きですけど、僕はね、やっぱり日本の映画はほとんど見ないし、あとラブロマンスは見ないんです。ほとんどね。見たやつもありますよ。見たやつもね、今度ね、イルマーレとか話したいんですけど、やっぱりね、なんだろうな、宇宙の壮大なテーマの話、今だからこそ、こういうね、自粛の世界だけで見てみるべきじゃないかな。ね。本当に表出てね、みんなで飲んじゃいけないって言うんだったら、ね、宇宙に行ってみんなで割ってやりましょうよっていうか、うん、そうです。で、残念だけどね、やっぱりコロナでいっぱい亡くなってくる人がいます。著名人でも僕の友人も、やっぱりね、マンションで亡くなってしまった人がいます。だけど、そんな中ね、よく考えてください。みんなね、亡くなった人たちって実は表出てないんです。ね。だから表出てないんで亡くなってるとか、本当のコロナの原因なんてのも、どっかこれが一難去ったら映画にしてほしいなと思いますね。9.11 の時も映画になったんだからね。あと 3.11 の時だって映画になったと。それをやるんだったら、このコロナに対策して頑張った、世界の首脳たちの苦悩を映画にしてほしいかなと思いますね。はい。まあ、宇宙だけじゃなくて、やっぱりその身近なものでね、今のこの生活が大変ですからね。政府も頑張ってくれてますよね。10万円ずつくれるでしょ。これで終わらないって言ってます。もっとくれるって言ってる。うん。だけど、僕はそれよりも早くいっぱいね、仕事をしたいっていうのは本音ですね。はい。静岡からこんな話をしてますけど、皆さんの好きな映画ね、これを見たいなとか、こんな話をしたいなと。あと、僕を、
どっかに呼んでください、私も仕事をしたい、ね、マジックを見せたい、いろんな話をしたい、ラジオで語らないコロナの話もしたいので皆さん呼んでくださいね。本当今ねこの静岡だから、大分じゃないです、東京から名古屋とかちょっと行ってくれてるのでよろしくお願いします。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。